じゃあ次はジェラートを作っていきます。これが、アーモンドミルクですね。それと、炊いた、ちょっと柔らかめに炊いたキヌア、これを入れて、あとは、レモンバーベナ、この前のファーマーズマーケットで買ってきたレモンバーベナをちょっと入れていきます。で、これを火にかけていきます。はい、火にかけます。で、レモンバーベナの香りが移っていくようにちょっと煮詰めていきます。これぐらいでもういいかなと思います。ちょっと水分がだいぶ少なくなってきたら、これで OK です。こんなもんですね。あとはこれを冷凍庫で冷やし固めていきます。次はジェラートを盛り付けていきます。で、こっちがさっきに冷凍しておいたジェラートですね。これをまず盛り付けて、キノアがかなりステッキーなのでとろっとした仕上がりになっています。ここに、今回ちょっとこれ自家製の梅干しを持ってきたんですが、これを少しアクセントとしてトッピングします。とあとはこちらが、いわゆるべこ飴みたいなものに、いったキヌア、これがいったキヌアなんですが、これをトッピングしたものですね。これを飾って、で、こちらがタイムのお花、これはこの前ファーマーズマーケットで買ってきたものです。こちらをトッピングして、で、出来上がりです。